出雲市平田町のスーパーマーケットの一角にあったのが気になった匂いするけどちょっと面白いかなと思います。生餃子の無人販売店です。インターネットで餃子を検索してみると出雲市内だけでも多くの店がヒット。そのうち3軒が無人販売店となっています。さらにそのすべてが2020年以降にオープン。新型コロナが感染拡大する中、人との接触が避けられる無人販売のスタイルを選ぶ店が増えたとみられます。1年2年前は無人販売所ができるたびに、あ、無人販売所ができたんだっていう、ちょっと珍しいから行ってみようっていう当たり前の光景になったかなっていう。生餃子専門店なづきは一昨年本店となる天神店をオープン。ここでは毎日包みたての生餃子を冷蔵用と冷凍用の2種類販売していて、餃子の種には島根県産の豚肉やキャベツを使用するなど材料にもこだわっています。そして去年、出雲市平田町に2店舗目を開店。こちらは無人で運営していて、36個入りの餃子を週に100パックほど売り上げているといいます。今はなかなか人が雇いづらい時勢になってまして、その中で無人で販売できるっていうところが特徴になりますんで、1000円ピロッと入れていただくだけで買えますんで、はい、いつでもお越しくださいって感じです。新型コロナが5類になった今でも運営側のメリットは多く、客にとっては気軽に専門店の商品が買える店として今後も重宝されそうです。